ビルヘルム・フォルク・ハルトによる、1842年の、マクシミリアン・フリードリヒ・バイエの肖像・ホルツハイマー、墓地の墓、2008年復元、マクシミリアン・フリードリヒ・バイエ、1804年の、デュッセルドルフ・コート・ガーデン計画ズ・エラー城市公演の、マクシミリアン・フリードリヒ・バイエ記念碑マクシミリアン・フリードリヒ・バイエは、ドイツ古典主義の策定家、造園家、ボン生まれ、 マクシミリアンフリードリヒバイエは、ボンとブリュールの近くポッペルスドルフで育ち、おじのペーター・ヨセフレンネによって養育された。祖父は、ボンで1789年から1792年にかけて演芸家として訓練を受け、ミュンヘン・トウィーンに留学後、1801年から1803年にかけてケルン植物園中央部にある植物学者の教師を務め、 1804年にデュッセルドルフ裁判所の庭市に移籍してホフガードナーハウスに住んでいた。1826年には王立園のディレクターに任命された。以降彼は死去まで雇用され続けた。ラインランドの数多くの庭園に彼の署名がある。デュッセルドルフの今日の都市像、特に選挙裁判所庭の設置と拡張から旧市街要塞跡地に設置した公園や、 遊歩道システムに関与している。当時イギリスの新たな庭園スタイルを使った造園家の一人であったが、これらのランドスケープパークでは理想化された自然を作り出すために尽力。そのため、公園は可能な限り景観的に配慮。全体として自身100以上の庭園を計画しており、そして設計に影響を与えている可能性も高い。庭に関する理論書や、 論文の著述はないが、植物学に非常によく精通しており、1821年に、プランテ・アフィシナ・レイス、薬草植物の本シリーズは、薬用植物に関する最初のリソグラフィで例示された出版物である。1804年、3人の息子と6人の娘を産んだ、ソフィー・エッシュと結婚。長男のヨセフ・クレメンス・スバイエは、演芸監督の後任になった。 1818 18年1月26日、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム三世より、レッドイーグルオーダー3クラス白いオレンジリボンを授与。1824年には、市議会議員に任命された。1846年10月25日に妻が死亡した直後に死亡し、1816年に拡張整備されたゴルツハイマー墓地に埋葬された。 数年後には記念碑がケルンの彫刻家カール・ホフマンの作で中庭に建てられた。バイエはオジレンネの下で修行し、その後ウィーンのシェーンブルン宮殿庭園で数年修行。1801年からケルンに宮廷庭師として招かれる。28歳の時、フランスとの戦火に壊滅していたデュッセルドルフの最高に参加。1811年には撤去した。 要塞や跡地を利用して宮園の植物園を建設。1818 18年からデュッセルドルフ及び周辺の地域基本構想を策定。まずはデュッセルドルフを中心に18もの施設を計画建設する。以降は84もの施設を建設に導く。1826年には宮廷庭園の監督官。1833年には王立庭園長に就任している。 著者、出版社によってアルファベット順にソうと、ありがとうございます。